はい、今回のテーマはチーム東海北陸地方大学ブランドランキング大学序列が大激変というテーマでやっていくわよ。いきなりですが、中部、東海、北陸地方って有名な大学が多いですよね。そんな中部、東海、北陸の大学について視聴者の皆さんも疑問を持ってると思うのです。その疑問とは、中部、東海、北陸地方における大学のブランド力の序列がどうなっているのかということです。偏差値は調べればわかりますが、私たちが本当に知りたいのは、世間はどう思ってるのかという偏差値ではわからないところなんですよね。ということで、中部、東海、北陸地方の大学ブランド力ランキングを見ていきましょう。大学ブランド力ランキング、北陸、東海編。なお、ランキングデータの詳細は、動画の概要欄にある、株式会社日経 BP コンサルティング様の公式ホームページをご参照ください。それでは見ていきましょう。大学ブランド力ランキング、東海編、トップ10大学、プラスアルファ、第1位、名古屋大学、偏差値 94.0、第2位、中京大学、偏差値 71.4、第3位、南山大学、偏差値 69.2、第4位、名城大学、偏差値 64.8、第5位、名古屋市立大学、偏差値 62.4、第6位、名古屋工業大学、偏差値 60.9、第7位、静岡大学、偏差値 60.8、第8位、愛知大学、偏差値 60.3、第9位、三重大学、偏差値 59.9、第10位、愛知教育大学、偏差値 57.7、昨年第7位、金城学院大学、偏差値 59.1、昨年第9位、名古屋外国語大学、偏差値 57.8、昨年第10位、岐阜大学、偏差値 56.5。旧帝大学の一角である、名古屋大学が、過去3年連続で、第1位と、不動の地位を築いていますね。他の地方の大学ブランド力ランキングでも、九州大学や東北大学のような、その地方の旧帝大学が、ランキングトップに来ていますね。2019年には、中京大学が南山大学を抜き去り、過去2年間において、第2位の差を維持していますね。名古屋大学に次ぐ難易度の、名古屋市立大学と、名古屋工業大学が、ブランド力という観点では、有名私立大学に、差をつけられていますね。やはり、大学の難易度と、大学のブランド力は別物なのでしょうか？それでは次に、北陸編の大学ブランド力ランキングを見ていきましょう。大学ブランド力ランキング、北陸編、トップ5大学、プラスアルファ、第1位、金沢大学、偏差値 69.1、第2位、金沢工業大学、偏差値 57.8、第3位、福井大学、偏差値 48.3、第4位、富山大学、偏差値 48.0、第5位、福井県立大学、偏差値 46.7、昨年第5位、福井工業大学、偏差値 47.4。第1位の、金沢大学が、北陸地方では不動の地位を築いていますね。第2位の金沢工業大学との偏差値の差が、なんと 11.3 ポイントもあります。北陸地方の金沢大学のブランド力はすごいのでしょうね。北陸地方現地の方のご意見、ご感想をお待ちしています。大学ブランド力ランキングでは、順位が低く出がちな理系短科大学にもかかわらず、金沢工業大学が北陸地方において3年連続第1位となっています。日本国内最難関の東京工業大学であっても、首都圏では第8位にとどまっています。それでは、今回ご紹介した大学ブランド力ランキングについて、世界を代表するワールドワイドなご意見番、ネット民の声をご紹介していきます。中京大が2位だと、ブランド力2位は南山大だぞ。外国語、経済、経営、法、理工の、中部を代表する、名門南山大学が2番、名工大、名士大、南山大、ましてや名城より、中京の方が上とかどうしてだ。皆さんは、II名中って大学分を知ってるかね。愛知県の名門私立大学である、愛知大学、愛知学院大学、名城大学、中京大学をまとめた大学分であり、その中でも中京大学が躍進中で、その結果がランキングにも現れただけのこと、中京大が南山大と同格か、それ以上の存在になるのも時間の問題です。II名中、じゃなくて、
南山大学を入れて、愛知学院大学が抜けた、7位命中、が今では主流だから、そこんとこ、気をつけてほしいわ。中京大学が、名古屋大学に次ぐ、第2位となっている結果に対し、こんな感じで疑問の声がたくさんありましたね。あと、大学分、愛愛命中、と、7位命中、ってどっちが主流なのでしょうか。中部地方の方がいらっしゃいましたら、この動画のコメント欄に、補足しておいてもらえると嬉しいです。名古屋大学の、偏差値 94.0 が圧倒的だが、俺が愛知で感じた、名古屋大、大なり、東京大という、異世界感覚は正しかったんだ。中部あるあるなんだけど、マジでみんな中部地方から出たがらない。北海道大、東北大は、東日本全域から受験者を集めているし、京都大、大阪大は、北陸や、中国、四国、九州からも受験者を集めている。そんな中で、名古屋大学入学者の地元占有率が、異常に高い。愛知県のある進学校出身者で、早慶に進学したものだが、異端扱いされたわ。愛知県民というか、中部地方の地元愛は、みんなの想像してる以上だぜ。ということで、旧帝大学別の合格者データを参考に、地元占有率を算定してみました。北海道大学約 32%、東北大学約 35%、東京大学約 60%、名古屋大学約 72%、京都大学約 50%、大阪大学約 58%、九州大学約 65% となり、地元占有率 70% を超えた旧帝大学は、名古屋大学のみという結果になりました。九州大学の地元占有率も、約 65% と、なかなか高いようです。大学ブランド力ランキングなんて知りませんし、私は認めません。これが中部地方の大学ランキングの確定版ですよ。多くの方に同意をいただいた、信頼性の高い大学ランキングになります。名古屋大医学科、国公立大医学科、東大、京大クラスの壁、藤田保健衛生大医学科、愛知医科大医学科、名古屋大、早稲田大、慶応義塾大クラスの壁、名古屋工房大、名古屋市立大、金沢大、新潟大、三重大、岐阜大、静岡大、信州大、愛知教育大、富山大、福井大、群馬大、山梨大、愛知県立大、静岡県立大、名城大理工、南山大外国語、マーチ、カンカン同立クラスの壁、富山県立大、福井県立大、南山大ほか、ニット生駒線、三金交流クラスの壁、愛知大、愛知学院大、名城大ほか、中京大、名古屋外国語大、金城学院大、愛知淑徳大、杉山女学園大、常葉学園大、名古屋学院大、日本福祉大、工学館大、愛知工房大、その他たくさんの大学。多くの方から、同意、を得ているとのことですが、一体、誰からの同意なのでしょうか、と、細かいことは置いといて、皆さんの感覚と、この大学ランキングを比較して、納得感はありますか？ご意見、ご感想をお待ちしています。中部地方の私立大学トップって、どこなんだろうか。南山大学外国語学部と、名城大学理工学部の、どちらかなんだろうけど、当然、南山大外国語が、名城大理工よりも格上です。理系って言っても、愛知県の研究職は、名大と名工大に占められている。もちろん、他の旧帝も同様にいるよ。名城理系から研究職は難しいんじゃないか。名大、イコール、阪大、新大、早慶、私大医学部、南山大外語、名城大理工、イコール、マーチ、カンカン同立、というのが一般常識。名城の理工学部が難しいという事実は、名古屋以外では知られてません。中部私立では、南山外語と、名城理工が、マーチカンカン同立と同格ですね。中部地方、最難関の私立大学はどこなのか、という議論ですね。南山大学外国語と、名城大学理工の、どちらが最難関大学なのでしょうか？金沢大学は、本当に美味しいポジション、地元じゃ負け知らず度はこのこと、旧帝大学は当然だから、あえてここには書かないけど、北海道東北地区の、小樽商科大学とか岩手大学、東海北陸地区の、金沢大学とか静岡大学、北関東甲信越地区の、新潟大学とか信州大学、中国四国地区の、広島大学とか岡山大学、愛媛大学、九州地区の、熊本大学、長崎大学、このあたりの、ブランド力ランキングで地区上位に来る駅弁大学は、実際の難易度以上に、周りからの扱いが良いお買い得な大学なんだよ。
周辺に難関次第もないので、自然と地区では美味しいポジションにつける、競争が激しく、難度の高い都市部の駅弁が、一番損ということだ。これは同意。熊本大学出身だけど、熊大卒っていうだけで称賛される、同程度の難易度の埼玉大学では、周りからもてはやされたりしないだろう。こんな感じで、ブランド力大学ランキングで上位にランクインするような、難関大学に囲まれない地方国立大学こそが、勝ち組とのご意見ですね。確かに、地方よりも、難関大学がたくさんある関東や関西の方が、学歴を褒められるハードルが高いですよね。去年、名工大がランキングで3位になってて、知名度が低い5校でも、なかなかやるもんだって喜んでたのに、今年はなんで6位まで落ちてんだ。名古屋工業大学は、電気通信大、東京農工大、京都工芸専二大の、工学系大学群、電脳名専の一角だから、企業からの評判はめっちゃ良い。もちろん、東海地方から離れた地域の一環の人で、特に文系の人だと、出身大学どこ、名古屋工業大学、私立、公立、国立なの、ということはあり得るので、悲しい気持ちになるけどね。名古屋大学よりも実績があるし、河合偏差値では九州大学を抜いてる。私の親族に、明大に合格して、文句なく名校へ進学した者もいる。そして、地元愛知県の企業には、名工大閥が存在するし、トヨタ自動車の役員にも、名工大出身が何人かいる。世間一般層は、大学のブランドが何たるかを分かっとらんのよ。このような感じで、知名度は低いものの、実績と実力がある、名古屋工業大学をもっと評価すべきとのご意見がたくさんありましたね。東海圏の大学評価は、明大、大なり、明工大、明私大、大なり大なり大なり、南山文系、明城理系、大なり大なり、その他、愛知から青山学院大学に進学したものだけど、世間の大半が、そもそも名古屋市立大の存在すら知らないでしょうし、知っていても、何もイメージが湧かないのではないでしょうか。入試難易度が高いだけに、非常に気の毒だとは思いますが、青山学院の人気や知名度を考えれば、名古屋市立大は、ブランド的にははるかに格下ですね。名古屋市立大学は、文系受験生の名古屋大学の控えのイメージです。南山大学よりは格上だから、明大落ちが多いんだよね。理系受験生の控えは、明工大、名古屋市立大学と、名古屋工業大学は、名古屋大に次ぐ名門大学の双璧。先ほどの名古屋工業大学と同じように、青山学院大学のような有名私立大学と比較して、知名度が低いものの、名古屋市立大学と、名古屋工業大学こそが、中部名門大学の双璧とのご意見ですね。最後に、コメント欄に、あなたのご意見、ご感想を教えてくださいね。以上です。